小比類巻の準決勝第1試合です。相手は対人ポープラノック、張川さん、はい、ガオランに敗れて、そこからこの小比類巻の転落が始まりましたよね。そうですね、本当に負け方がですね、背中を向けて負けてしまったっていうのがですね、やっぱ精神的に大きかったと思うんですけども、はい、まあ、このそういう意味ではこのブアカオというのはガオラン以上だと思うんですが、正念場ですよね、そうですね、小比類巻選手、はい、ただ、入場の目はすごく良かったですよ。そうですね、小比類巻序盤から手数を出し、敵は自分のスタイルの中にあった。视频前的你，如果在男性持久力、勃起硬度等方面不满意，现在就加郭老师微信3581633379，让郭老师帮助你持久坚挺，延时20到40分钟，补肾壮阳，延时助勃，增强夫妻性生活，28天彻底告别快男软男，做回自信的自己。记住微信3581633379。この時に精神的に負けちゃダメですね、はい、何を狙っているのか、もうとにかくムエタイ幻想というものをもう全然自分の頭から取っ払うことですよね。そして須藤さん、クリズもなかなかやはりここを狙ってね、崩すのはすごいですね。背中を向けてしまった。これは大丈夫、これはダウンではありません。さあ、ドリーナクを膝を出していく。相手がムエタイだと、このポープラムックの高さ生き生きしてきましたね。そうですね、崩すの上手いですね。このブアカオ、しかし先ほど4ラウンドを戦ってますからね、畠山さんね、このスタミナですけどね、いやもう4ラウンド目じゃ負けないでしょ、負けませんかね、あと2、小比類巻、背中を向けて、蹴る、蹴ってくるボブラノック、自衛隊は負けられない、背中を向けるな、小比類巻、準決勝第1試合、さあ、この自衛隊の呪縛を振り払うために第1ラウンド。やっぱね、小比類巻選手って武器がやっぱりムエタイと同じなんで、はい、ムエタイやっぱりやりにくいんですよね。そうなんでしょうね、人形出した番長出す、同じ武器なんで、座を出していく、小比類巻またしてもさ、ワン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 、さあ立てるか、立てるか、立て、何も変わらないと、立った、立ちました。ここで負けては何にもならない、気持ちいいですね、最初ラウンド決定です。何か谷川さん、ちょっと畠山さん、おかしいですよね。そうですね、まあ、トラウマがあるのか、トラウマ、気持ちいいですよね、これ、気持ちいい、最後は負けがない、ちょうどガオランのリプレイを見ているようだ。同じ相手は対人、さあ自らこの回のブアカオを破って決勝に進んでいく。小比類巻、リアル打ち合っていく、さあ打ち合いだ、パンチを出す、ブアカオ、膝、危ない、小比類巻、やっぱりなんか聞いてからですね、気持ちが急にないような感じがするんですね、まあ、もちろん聞いてると思うんですが、ここを精神力見せてほしいですよね。畠山さん、はい、ガオランの VTR を見ているような形になってきましたよね。そうですね、悪い記憶が蘇りつつありますけども、まあ、やってくれるでしょう。そして須藤さん、はい、やはりこのブアカーは本物ですね。そうですね、もうあんだけ小石さん崩されるの初めて見ましたからね。もうなんかね、最後にこれでダウン、自ら大きな声を出して極めて小比類巻、大ラウンド決勝を振り上げるか、ロキック打っていった、トレーナーの中では膝、ブアカオの膝崩れた、ダウンです、小比類巻、第2ラウンドとはいきなりのダウン、おとろしブアカオ、さあ立て、立ち上がりました小比類巻、お母さんも心配そうに見つめています。青森から今日も応援に来たお母さん、気持ちですよね、気持ちで負けてはいけない、敵は自分のスタイルにあるんだと気づいた小比類巻、さあ、クリズモ、この膝、負けられないか、ノックアウト、2度目のダウンを喫した小比類巻、決勝進出ならず、決勝に駒を捨てることはできませんでした、2ラウンド、大きな声を上げて飛び出していった小比類巻、しかし、この膝の連打。この首相撲、さすがは本物のムエタイファイターだ。ブアカオ勢いついちゃいました、これ。そうですね、やはりジョン・ウェインが山と話していましたが、この準決勝は全く小比類巻を問題にせず、この膝叩きつける。本来ならばね、須藤さん、はい、これを小比類巻としてはブアカオやりたかった。そうですね、小比さんも膝得意ですからね。しかしリングに這わされたのは日本代表の小比類巻でした。またしても対人に破った